おはようございます。こんにちは。こんばんは。まさじったまチャンネルの、まさです。今回ご紹介する商品は、こちら。これなんだかわかりますか？これはですね、カーペットであります。もうちょっと作業が終わって切れっ端しか残ってなかったんで、まあちょっとこういういびつなやつしか残ってないんですけど、ちょっと私の部屋も家を建てて、数十年が経っておりまして、フローリングの方がですね、だいぶ傷んでまして、まあお金をかけずに部屋をちょっと、部屋の雰囲気を、変えてみようと思い、まあネットで12畳分なんですけど、まあ9000円で、購入しまして、まあ張り替えはね、まあ業者さんに頼むと運万円かかっちゃうんで、全部、自分でまあ適当になんですけど、やっちゃいました。まあ仕上がりはねこんな感じなんですよね。どうでしょうか。ちょっとガレージ風に、まあ、部屋を改造してみたわけなんですが、まあちょっとね、人によっては落ち着かない部屋だなとか、いろいろ、まあ、いろんな意見があったんですが、まあ、私なりには、まあ、結構、気に入っております。まあ皆さんも、フローリングに飽きた人とか、フローリングが傷んじゃって、まあ安く、綺麗に仕上げたいっていう方には、まあカーペットっていうのも一つの、方法だと、思いますんで、まあこれおすすめします。なかなか、よろしいと思います。これ貼り方はね、まあホームセンターとかにカーペット専用の糊が売ってますんで、まあそれをまあ塗って、まあ貼り付けていくわけなんですが、まあ私ね、適当にこのカーペット結構素材が良くて、浮いたりしなかったんで、本当に糊はね少量使っただけで、あと上にかぶせてあるだけみたいな感じなんだけど、特に今のところは問題ないですね。でもやっぱり素人だったもんで、継ぎ目のところがねやっぱり失敗しちゃって、こんな感じにちょっと、チェッカーフラッグ柄がねちょっと狭くなっちゃってるところがあるんですけど、まあこれはこれでいい味を出してるかなと思って、まあ気に入ってはいるんですけどね。まあ皆さんもよかったら、カーペット作戦で部屋をイメージチェンジしてみるっていうのも、まあ一つの手だと思います。安く仕上がります。今回の商品紹介は、これで終了したいと思います。またなんか、安くかっこよく、部屋とかカスタムできる商品がありましたら紹介したいと思いますんで、それではまた、次回の動画をお楽しみに。